ウェブサイトネイバーより寒くなるにつれて恋人が欲しくなります、うん、そんな乙女たちのために男がグッとくるテクニックをいくつかご紹介します。まず一つ目、定番の必殺技、計算高い女だと分かっていてもこれをさえすれば男は胸が高鳴ることは間違いなし。萌え技、服の裾を引っ張る。じゃあ次行きましょう。二つ目は、顔を合わせたり話をする回数など頻度が増えるほど相手に対して効果が現れる心理的技、何度も目を合わせる。なるほど。三、つ目は、何か可愛い感じに見えてしまう冬に効果抜群の爆弾技、コップ缶ジュースを両手で持つラストはですね、密着型の極意、そしてシャンプーの匂いがさらに効果を高める、耳元で内緒話をする、今紹介したのはこれからアプローチする人向けなので、もし交流関係がある方であればもう少し積極的にやっても良いかもしれません。まあどれもいいっすね。いいっすね。男から見たらね、目合わせる。いいっすね。何度も目合わせる。いいね。やってくるね。どれが一番好きっすか？でも裾引っ張られるのもいいかもな。なんか人混みとかね、街歩いてる中とかでね。なるほど、ね。でちょっと待ってみたいな感じでしょ？多分。ああねえねえみたいな。歩くの早いよみたいな感じってこと。おえ。萌えですよ。萌え。どれがいいっすか？な、目合わせる。俺目合わせるですね。まあこれはいいよね。でもね、結構、何度もっていうのがいいですね。何度目合わせ来る感じ。しかもさ、これ付き合ってなかったりとかする間だったら、あれって思うよね。ドキドキしちゃうよね。男は単純だからさ、あれ目そらしちゃうかもしれないもん。恥ずかしくて。そう、恥ずかしくて。なるほどね。アディノスケとも、なんかこれ以外にあります？逆に。ああ、やられたり。今まででそうやられて。あ、実体験の方ですか？これ実体験の方です。なんだろうな。なんだろうな。ソファーとかこう座ってるじゃん、自分が。あ、じゃあそれちょっとコント風に。え？コント風に。俺結構冒頭ですげえ痛いコントやったから。今日はそういう回なんだよ。101回目なのに？ちょっと、ちょっと、また、ヒロミとオミコで。お供で用意できるっていう。ヒロミがソファーに座りますよ。座りますね。よいしょ、と。いやいや。そしたら、ちょっとオミコ、缶ビール、取ってくんない？はいバカだな、おみこ。ガチャッとこう冷蔵庫開けて、缶ビールとで、自分が飲むものをね、おみこが自分で飲むものを持ってくるわけね。テク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 と、ヒロミを元に来ますよ。持ってきた時に、はい、取ってきたよって言ってヒロミの膝元に座るって、ぴょこんと。あー、なるほどね。っていうのがドキッとするから。なるほどなるほど。可愛いなと思っちゃうっていうか。でも想像したらね、可愛いんだろうけど、おみこもいいでかすぎて全く可愛くない。おみこ多分歩いてくるときぴょんぴょん跳ねてくるタイプだと思う。気持ち悪い、おみこマジで。なるほどね。ひがね。じゃあどうですか、今井さん。俺ですか？今井さんの場合は。俺なんだろう。リュウジと今子。今子。なるほどね。じゃあですね、この音楽。なるほどね。まあ一緒にこう寝る感じになってですね。一緒に寝る感じ。一緒にね。はい。大丈夫かな。大丈夫だよ。大丈夫かな。今子が俺の手をこう親指とかで。いや、今子おかしいでしょ。って言って。じゃねえって感じです。なるほど、まあ、男の妄想はくだらないと、まあ、そんなことありますけども、はい、まあ、この辺で、まあ、クリスマスシーズンにぴったりの、僕らのニューシングルをですね、はい、冬にぴったりということで、聴いていただきたいなと思います。僕ら三代目 JSOULBROTHERS でパウダースの永遠に終わらない冬。